プライメート式とは、地域の中で最も大きく、規模において2番目の都市を大きく引き離している都市を指す。一極集中があったとなっているため、影響力も大きい。一般に日本語では、主位都市と訳される。しかし、プライメート式が必ずしもその国の首都とは限らないため、主座都市と訳す方が良いという主張もある。人口が集中する都市は、 人口を寛容できる産業の立地と関係がある。農業が産業の主体である国は産業の中心である農村の方が人口を寛容できるため都市への人口の集積は少ない。ただし余剰農産物の発生によって公益拠点が都市化したり税を集める首都や地方政府所在地が都市化する。この時首都がプライベート式となる。例として 日本の平安系がある。原料志向型工業や工業が発展すると、工業原料の産出地や工場周辺に人口が集中して都市化する。日本では、江戸時代までは、金鉱、銀鉱の産地、明治以降は、炭鉱や鉄鉱の産地がそれにあたり、夕張炭鉱、筑豊炭田、釜石が有名である。海外では、鉄鉱、金工、ダイヤモンド産地、 油田など様々ある。発展途上国のうち、産油国やダイヤモンド、金産出国では、これらの工業に関連した都市や、その輸出口がある都市が、プライメートシティになることが多いが、鉱物の輸出で得た富が、必ずしも産出地や輸出口のみが独占するわけではなく、富を集めるのは、金融が発達した都市となる例も多いため、そちらが、プライメートシティとなることもある。 鉱物の富を首都に集めている国家はアフリカや中東の産油国に多い。その他の資源の乏しい発展途上国では海外からの援助金や投資をもとに産業が発展する例が多い。この場合、先進国から遠い国では国際空港がある首都および首都周辺に産業が集中する傾向が大きい。すなわち、交通の利便性が大きい都市が国内や 地方内の金融の窓口となり、そのお金に引き寄せられて、人口や産業が集まって、プライメート式となる。アセアン諸国のうち、資源の乏しい国はこの傾向が大きい。日本では、都道府県別 GDP 比率で、本土の2倍程度の公共事業の資金が経由する、札幌や那覇が、この代表例である。産業発展によって、国民の所得が増加すると、 工業製品やサービスの内需が拡大する。その際、国内交通が発達していない場合は、販売やサービスの拠点は無数に作られる。交通インフラストラクチャーや物流が発達してくると、それらが集約されて、プライメート式となる例が見られる。一方、日本のように資源が乏しい、または国内産業に必要な量ほどの資源がない、先進国では、 中央集権体制を敷いてプライメートシティが形成される傾向がある。同様の傾向はタイなど新興国にも見られる。また人口の少ない国や面積の小さい国は国内投資に回せる資金が少ないために都市国家の様相を提し自然とプライメートシティを形成する。ただし歴史との関係もあるため一律には言えない。日本の現在の状況は IT 産業の発達と同時に産業の金融化が進み企業の収益体制が実業部門と株などの金融部門の日本立て傾向が強まったため内需外需双方の金融の中心である東京に人物金情報が集まり企業の本社も東京一極集中傾向にあるすなわちバブル経済域まで企業の本社が多く存在した大阪から東京へ 本社が移転したり、本社機能が移転する傾向が強まり、東京と大阪との差が大きく開いてきている。アメリカ合衆国、ロシアブラジルなどの連邦国家においては、交通、産業の拠点が分散し、地域の拠点都市が多く作られやすい。この場合は、国土の広さとは関係がなく、ドイツ、スイス、アラブ主張国連邦などでも同様である。また、 連邦国家ではないが、中華人民共和国にもこのような傾向が見られる。これらの国では国家的なプライメートシティは成立しがたい。しかし、州ごとや地域ごとのより小さい単位でのプライメートシティが多数存在する。例えば、ニューヨーク市はアメリカ合衆国最大の都市であり、大都市圏では2000万人近い人口を抱え、 世界経済に与える影響も大きいが、国内政治面での影響は小さい。首都どころかニューヨーク州の州都ですらない。一方でアリゾナ州の州都フェニックスは全米規模では地方都市の一つに過ぎないが、その都市圏には州の総人口の約7割が集中し、州の政治、経済、産業、 交通の中心地としての役割を担うアリゾナ州のプライメート式ということができる。西部ではハイテク産業とエンターテイメント産業の中枢であるカリフォルニアのロサンゼルスやサンフランシスコ、北西部では航空産業のシアトル、中西部では自動車産業のデトロイトや穀物取引、食品加工のシカゴ、南部では商業、通信産業のアトランタや、 金融産業のシャーロット、南西部では、石油産業のヒューストンやダラスと、規模だけでなく、産業も分散している。マスメディアも地方紙が多い。一方、プライメートシティの卓越を評価する意見もある。プライメートシティへの集中的な投資により、長期的な視点で見ると、規模の経済や集積の経済につながるという主張や、交通網の発達やイノベーションの拡散を、 促進するという主張もある。ありがとうございます。